り込んでまいりますのは宋の風連です。宋の風連は松戸市の八ヶ崎を拠点に活動しており、鳴り物、子供踊り、女踊り、男踊りで構成し、阿波踊りの基本である成長を基盤に求めながら新しいスタイルにも挑戦し、楽しい踊りや音を追求する意欲を持っています。まだまだ小さな連ですが、連員同士のコミュニケーションも大切にしながら日々練習に取り組んでいます。よろしくお願いいたします。